皆さん、こんにちは。アライアンス事業部のイクミです。本セッションでは、アルテリクスで始めるデータ分析というタイトルで、アルテリクスでできる分析手法についてお話ししていきたいと思います。まず、自己紹介をさせてください。名前はイクミと申します。クラスメソッド株式会社のアライアンス事業部にて、アルテリクスやタブローの技術支援を行っております。 続いて本セッションのアジェンダは以下の通りとなっております。まずデータ分析とは何かというのを簡単にお話しさせていただき、次にアルテリックスでできるデータ分析手法のその一部についてご紹介いたします。紹介させていただく分析手法については簡単にデモ形式でもお見せできればと思います。最後にデータ分析におけるアルテリックスの強みなどについてお話ししていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。 まず最初にデータ分析とはについてです。最近では当たり前になっているデータ分析ですが、データ分析とは何かを改めて確認しますと、多くの場合、データ分析とは必要なデータを収集し、目的に合わせてデータを分解・整理することでデータを解釈し、発見されたインサイトに基づいて意思決定を行うことというふうに定義されています。つまり、これまで なんとなくだったり経験に基づいて行われていたようなさまざまな判断などもデータ分析を行うことで事実に基づいて効率的に意思決定できるようにするものというふうに考えています特に大事なのが意思決定をすることという部分だと考えていてとりあえずデータ分析してみようというふうにならないようにしっかり目的を設定して分析を行うのが大事かなというふうに思っています またデータ分析のプロセスについては一概に記載の通りとは言い切れませんが多くの場合は目的や課題の設定をして分析設計を行って続いてデータの準備をしてから実際に分析して最終的に関係各所に展開していくといった流れになるかなというふうに思います少し詳しくお話しすると 目的課題の設定のステップでは分析の目的を事前に設定することで意味のある分析にしましょうというような考えになりますすべてのケースで意思決定が発生するものでもないかなというふうには思いますが、まあ、少なくともですねどこに課題があるから原因がどこなのかボトルネックを確認したいだったり、まあ、昨年と比較してどんな顧客が増えたのか現状の確認をしたいなどといった、まあ、そういった目的をしっかり定めておくというのが大事かなと思います 続いて分析設計のステップでは目的を達成するためにどんなデータを使うべきかだったり数字のよし悪しは何をもって判断するのかなどといった大体の分析方針を決めておくことのステップとなっていてそうすることで分析自体がスムーズに進むケースが多いんじゃないかなというふうに思いますそしてデータ準備のステップでは使いたいデータがどこにあるのかそれが正しいデータなのか そのデータが分析しづらい形であれば分析しやすいように加工をしていくなどといったその次の分析を行うための整備されたデータを用意するステップとなっています次に分析のステップでは実際に分析を行いますが最適な分析手法で分析を行うのはもちろん大事なんですけれどもそこに合わせて データの定義だったり条件が間違っていないか、そういった検証でしたり、得られたデータの解釈が間違っていないか、その解釈は飛躍していないかなども確認しながら進めていけると良いんじゃないかなと思います。最後にデータの展開です。展開する際は多くの場合、データに詳しくない方に対して説明する機会も多いんじゃないかなというふうに思います。ですので、データをわかりやすい形に可視化してあげるだけでなく、 数字の事実と合わせて噛み砕いた解釈も一緒に説明していくことが大事だと考えています。長くなりましたが、データ分析についてと分析の流れについてお話しさせていただきました。では、実際にどんな分析手法が,手法があるんだろうという部分を紹介していきます。よくある分析手法の例についていくつか記載しました。ここでは、 それぞれの分析手法の詳しい解説やユースケースについてお話しはしませんが、記載させていただいたものについてはよく使う分析手法かなというふうに思います。特によく出てくるのはクロス集計やデシル分析などといったもので、この分析手法はビジネスユーザーの方も理解しやすい有用な分析手法かなというふうに考えています。今回のテーマはアルテリクスでできる分析手法ということで、このうちのバスケット分析、 デシル分析、クラスター分析の三つにおいて、アルテリクスで実現する方法について説明していきます。ここからは、アルテリクスでできるデータ分析の内容に入っていきます。まず一つ目はバスケット分析です。バスケット分析は、同時に購入されることの多い商品を把握するための分析手法で、 とととビールの有名ななな事例を聞いいいいたことがある方も多いんじゃないかなと思いますでは、アルテリックスでバスケット分析を行うために使うツールについて紹介していきますが、バスケット分析を行うためには、予測グルーピングのカテゴリーにある MB ルールと MB 検査の2つのツールを使っていきます。まず、左のアイコンの MB ルールツールですが、MB ルールツールは、 トランザクションとアイテムの情報があるデータを受け取って、そこからアソシエーションルールを作成してくれるツールです。続いて右のアイコンの MB 検査ツールですが、これは MB ルールツールから入力を受け取って、MB ルールツールで作成したルールの中から出力するアイテムセットのフィルタリングなどを行います。この後実際の画面でも説明していきますので、まずは次に進みます。続いてはデシル分析です。 デシル分析は顧客分析の一種で、購入金額などをもとに上位から顧客を10等分する分析手法になっていて、顧客のロイヤリティを図る際によく使われる分析手法です。アルテリクスでデシル分析を行うために使うツールはタイルツールです。タイルツールはデータをグルーピングするツールになるのですが、デシル分析で使用するのは等しいレコードというオプションを使用していきます。 こちらも同じく後後ほどのデモで設定内容を確認していきます最後はクラスター分析ですクラスター分析はそれぞれのデータから性質が似ているデータを集めてグルーピングする分析手法になります。アルテリックスでクラスター分析を行うために使うツールは予測グルーピングカテゴリーにある「軽重心クラスター分析」と「クラスター負荷」を使用します。 左のアイコンの軽重心クラスター分析は少なくとも2つ以上の数値データを持つデータからクラスターを作成するツールになっていてクラスター負荷はどのデータがどのクラスターに属しているかをそういった情報を負荷してくれるツールとなっていますでは今説明した3つの分析法を実際にやってみましょうここからはアルテリックスの画面に移動して実際に設定していきたいと思います それでは実際にアルテリクスの画面で分析を実行していきます。使用するデータは t a b l のサンプルスーパースターのデータを使用していきます。また分析の実行には少し時間がかかりますので、事前に実行した分析内容をもとに設定内容を解説していければと思います。まずはバスケット分析です。バスケット分析は予測グルーピングカテゴリーの中にある MB ルールと MB 検査の2つのツールを使用していきます。 最初に MB ルールツールを設定していきますが、MB ルールではトランザクションの情報を持つフィールドとアイテムの情報を持つ2つのフィールドが必要となります。今回はトランザクションキーとしてオーダー ID、アイテムキーとしてサブカテゴリーを使用していきます。そしてアソシエーションを作成する際のルールとしてはデフォルトの関連付けルールを使用していきます。 最後にコントロールパラメータでは作成するアソシエーションルールの中で出力する際最低限必要な指示度と信頼度の値を設定していきます。続いて MB 検査の設定を行います。MB 検査では必ず MB ルールの大出力アンカーからのデータを入力データとして受け取ります。MB 検査の設定内容としては最終的に出力したいデータを各指標でフィルタリングする設定を行います。今回は出力のート順としてサポート。 最小のリフト値を1.1で設定しました。では、それぞれの出力結果を確認していきます。まず、MB ルールの出力データとしては、トランザクションに設定したデータの予約がレポートとして出てきています。トランザクションデータにどんなアイテムが含まれているかや、ルールの数などの内容が記載されたレポートを確認できます。続いて、MB 検査の出力結果です。 まず R アンカーのデータを確認していくと、作成されたアソシエーションルールの結果がレポートの形で確認できます。また、アソシエーションルールのポジショニングマップについても確認できるようになっております。そして、大出力アンカーからは、作成されたアソシエーションの結果がデータとして確認できます。それぞれの組み合わせにおける指示度、 信頼度、リフト値のデータを確認できますので、このデータを読み取ってバスケットの中身を分析していくことになります。続いてはデシル分析です。デシル分析は準備カテゴリーの中にあるタイルツールを使用していきますが、まずはデシルの作成に必要な情報として、事前に顧客 ID ごとの売上金額を集計しました。この情報をもとにデシルを作成していきますが、 設定内容としては、まずタイル法で、等しいレコード、タイルの数を10、列の相当順として売り上げを設定しました。出力結果を確認すると、売り上げが高い順に、タイルナムというカラム名でデシュルの番号が振り分けられているのが確認できます。 また、閲覧ツールでレシルナンバーごとの顧客数を確認すると、割り切れる分については10等分で振り分けられているのが確認できました。最後にクラスター分析です。クラスター分析は予測グルーピングカテゴリーの中にある、軽重心クラスター分析とクラスター負荷のツールを使用していきます。事前にクラスターの作成に必要となるデータを作っていきますが、今回は、 ご経ごとの売り上げ、数量、オーダー数のデータを使用してクラスターを作成していきます。では最初に、軽重心クラスターツールを設定していきますが、まずはクラスターの作成に使用するフィールドを2つ以上設定していきます。続いて、クラスター法として、軽平均を選択し、クラスター数は5で設定していました。 ここで、軽重心クラスター分析ツールの R 出力アンカーの内容を確認しますと、ここでは、作成されたクラスターのルールや、作成結果のレポートが確認できます。また、それぞれのクラスターに振り分けられたポジショニングの結果も確認することができます。最後に、クラスター負荷の設定内容について確認しますが、ここではツールの設定は変更せず、入力データを正しく設定することがポイントとなります。軽重心クラスターツールの o 出力アンカーと、 クラスターの作成元となるデータをそれぞれ設定することで、どのデータにどのクラスターが紐づいたのかを確認することができるようになりました。実際の分析では、このクラスターごとの顧客の購買傾向を確認していくケースが多いんじゃないかなと思います。以上でアルテリックス画面での説明は以上となります。ここまでアルテリックスでの分析手法についてお話ししてきたのですが、 改めてデータ分析の一連のプロセスの中でアルテリクスがどういう役割を担っているかを確認します。先ほどのプロセスの図をもう一度持ってきているのですが、アルテリクスはまさにこのデータ準備と分析の部分が強みになっているかなというふうに思います。先ほど紹介した分析の部分はもちろんなんですけれども、アルテリクスは特にこのデータ準備の部分でよく使われるケースが多いんじゃないかなというふうに思います。 ただし、分析プロセスの全体のことを考えると、分析設計だったり、アルテリクスのワークフローの設計、分析結果の解釈の部分など、自分の頭でしっかり考えていく必要があるかなというふうに思いますので、その点では注意が必要です。何をお伝えしたいかというと、アルテリクスを導入すると、魔法のように分析ができるようになるわけではなく、アルテリクスを導入すると、何が良くて、何が便利なのかを知って使っていければ良いかなということをお伝えできればと思います。 では、アルテリックスが何が得意なのかというと、記載の3点の部分になるかなというふうに考えています。まず効率化の部分ですが、アルテリックスは作成したワークフローを何度でも使用できるという点で、例えばですね、月次で毎回同じ作業を行っている場合など、アルテリックスで定型作業化してしまうことで、時間短縮や効率化につながるかなということが考えられます。 さらに、アルテリクスサーバーと併用することで、作成したワークフローを自動実行できたりと、さらに効率的に使うこともできます。また、再現性についてですが、アルテリクスは基本的にツールと言われるアイコンをドラッグドロップで配置していくことで、処理の流れを作っていきます。なので、例えば、SQL とかだと、人によってコードが見にくいですとか、表現の違いがあるといったところもなくなって、 フローを作成するにあたって属人化するのを避けることができるかなというふうに考えています。最後に親和性についてですが、アルテリックスは多くのデータソースとも接続できるので、今お使いのデータソースとも接続できるケースが非常に多いというのも便利な点なのかなというふうに考えています。以上でセッションの内容としては終わりとなります。皆さん、この機会をもってアルテリックスでデータ分析を始めてみましょう。